午前2時35分、夢を見る。少女は夢を見ている。喜劇か悲劇かもよくわからない。いつも結末だけは見えない。そんな夢、よくある話。街の片隅で、薄闇のその部屋で、鳴り止まない拍手、スタンディングオベーション。そんな、まさか、いつだってそう、誰かの脇役で、ステージの上で叫んだって、虚しさが跳ね返ってくるだけ。なんとかしなきゃって愛想笑い浮かべたって、能面みたいな顔がずらーっと並んで君を見つめるだけ。だけどさ、この道の向こうとか、この空の向こうとか、この海の向こうとか、まだ知らない思い描くその場所は、実はこの窓の向こうくらいなところにあるかもしれないんだ。これはただの例え話じゃない。つまり現実にそこにあるものの話なんだ。ゼロと一の間には無限の隔たりがある。言い方を変えればそういうことになるだろう。ゼロはゼロのままだけど、一は何にだってなり得る。望まなければ手に入らない。望めばそれは与えられる。神様を信じろなんて言うつもりはないけど、思ってるほど世の中は悪くないものだ。色のないその場所では、なんだか知らないけど、みんな必死に走ってるんだ。初めは意味がよくわからなくて、次第におかしくなって笑ってたんだけど、そのうちに自分も走らなくちゃいけないような気持ちになってくるんだ。正しいことかなんてわからないけど、確かに時間は進んでる。どうする？今午前3時28分。誰かの言うもっともらしい話を聞いて、適当にうなずいて、適当な相槌を打って、そのうちなんとなく納得して、いやそうじゃない、あの時選ばなかった選択肢が描くパラレルワールド、それを言ってたらキリがないけど、せめて現在はしっかり見つめるべきだ。ファミコンカセットを入れて、抜いた途端別のファミコンカセットを入れて、そこに生まれる予想もしない素敵なエラーみたいなことって、本当はすぐ身近でよく起こっていたりして、他人なんてどうでもいいと思えるならどうなるかなんて、そんなことを考える必要はないんじゃないのか。やれることをやらないで管を巻いているだけじゃもったいない。そうだ、君の頭の中に広がる景色を探しに行ってみよう。近い世界も遠い世界も同じ世界で、いつか終わってしまうんだからさ、第6巻でも第7巻でも感じたこともない感覚を味わいに行こうよ。午前4時、ぼーっとしてる間にだいぶみんなからは置いてかれて、一発逆転の最短距離を探してるだけ。結局一歩も進んでいないじゃないか。これが夢なのか夢じゃないのか、そんなことはどうでもいい。どっちにしても想像力は無限に広がっていくわけで、少女の空想じみたと笑われたところで何もしないよりはマシだろう。高速道路を300キロで走っていく。夢を見る。非現実的か現実的かを決めるのは結局君次第。できないことと決めた瞬間に、世界はあっという間に小さくなってしまうものなんだ。夢の中でも夢の外でも。これが夢なのか夢じゃないのか、そんなことはどうでもいい。どっちにしても想像力は無限に広がっていて、この世界自体少女の空想で作られていたりして、そろそろ目を覚まさなきゃいけない時間が近づいてきている。目覚めれば全てが変わっていて、そんな映画みたいなストーリーはもちろんない。だけど映画以上のストーリーだって君には作り出すことが可能だ。操作世界は君次第、操作世界は僕次第なんだ。そしてそうこうしてるうちに時はやってくる。音楽でも聴いて目を覚まそうか。これが夢なのか夢じゃないのか、そんなことはどうでもいい。どっちにしても想像力は無限に広がっていて、この世界自体少女の空想で作られていたりして、この世界自体少女の空想で作られていたりして、少女の空想で作られていたりして。